それではここではギター選びの第一歩のアドバイスをしていきたいと思います1つ目はまず楽器店に行くわけなんですけれどもクラシックギターの専門店もしくはクラシックギターを多く取り扱う楽器店などを選んだら良いと思いますやはりあのいろんな価格帯のギターがあります。どのののランンンクのものもあるる程度メンテナンスされているといとととううことででで楽器店で選ぶとやはり安全でしょう 二つ目は予算や弾いてみたい音楽、そして何かこう自分の好きなものだったりを店員さんに伝えて一緒に相談するといいと思います。客観的に音が聞こえてくるとやはりあの参考になりますので店員さんに弾いてもらったりしても良いかもしれませんね。三つ目はできれば数本そして違うランク帯のもの、違う価格帯のものをですね弾いて手のこう触り具合ですとか。 弾けなくててても音を出してみてですねもだできればいろいろな楽器店を回っていろんな楽器に触れることそしてもし可能だったらご友人やお知り合いギターを弾いてもう既に経験があるという方と一緒に同行してもらってですね客観的な意見を聞いて参考にですねギターの購入をしてもいいと思います。 それでは楽器店でギターを購入する際に気をつけたいポイントをチェックしたいポイントをさらってみたいと思いますまずは弦このギターの弦が錆びていないかどうかそしてこの鉄の部分ですねこのフレットと言いますフレットが錆びていないかどうかそして弦が張ってあるこの部分ですね糸巻きと言います トマーキがあからさまに見て壊れてないかどうかそしてギターの全体が埃まみれになっていないかどうかここら辺は楽器店でギターの状態が細かくチェックされていないんじゃないかというまあ、こういった推測に繋がると思います例えば私のギターもずいぶん傷がついてますけどもこういった傷もついていないかどうか見たりするのもチェックポイントだと思いますまた このネックと言いますねギターのネックが曲がっていないかどうかここら辺のチェックも押してみてください。また中古店ななどで安価なギターが多く揃っている場合もあります中古のギターはこういったチェックポイントがですね多々ありますので初心者の方が選ぶにはちょっと難しいかもしれません。注意を払って購入を考えてみてください。